ども皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA JAL マイルが貯まるスマートフォンアプリトリマを紹介ねしていきたいと思います。皆さんね、このスマートフォンアプリね、知っておりますかね。私も最近までね知らなかったんですが、なんとね移動するだけでね ANA マイル JAL マイルが貯まるということで、まあ詳しくはですね、ポイントが貯まってそれを交換するわけなんですけども、そういう感じでねポイント交換でマイル貯めることができますので、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。最初にですね、結論を言うとですね、こちらのスマートフォンアプリは何万マイルとかね貯まるような話ではありませんので、どっちかというとコツコツね貯めていくっていう感じになりますんで、その点はねご了承いただければなというふうに思います。ではね、このトリマなんですけども、どういうアプリかというと、位置情報を集客してデータ化した後に、その情報をですね個人特定できないようにした上で活用していくっていう感じになりまして、利用者側にはですね特にね不利益になるようなことはねないのかなっていうふうに思います。ということで、レシート送信アプリのね1ってありますよね、もしくは ANA マイル JAL マイルにね交換できるコードっていうのがねレシート送信アプリであるんですけども、仕組みはね似ているかなっていう感じで、個人のですねどういうことを利用しているかっていうのを、集客しているようなねサービスっていう風になっております。このコードについてはですね、もしね利用してない方がいらっしゃるようであれば、ぜひねこちらまとめ動画になってるんですけども、解説動画ね出しておりますんで、こちらね利用してみていただけたらなっていうふうに思います。ではですね、トリマのポイントの獲得方法なんですけども、ちょっとですねこのトリマっていうスマートフォンアプリ自体がですね、ポイント制度、ポイントがね溜まっていくわけなんですけども、それの名称はですねマイルっていう名前なんですよね。ちょっとねここ分かりづらいんで、ポイントっていう風に呼ばせていただきますんで、そちらねご了承いただければなっていう風に思います。まず貯める方法なんですけども、一つ目ですね、移動して貯める。こちらスマートフォンアプリのねトップ画面になるわけなんですけども、こちらタンクがありますよね。こちらが移動によってね溜まっていくっていう風になっておりまして、こちらが 100% 溜まっていくと回収することができます。で、動画広告を見るとですね100ポイントはね回収できるわけなんですけども、動画広告をですね見ないと25ポイントがねもらえるっていう感じになりまして、こちらね選んでいただく感じになるんですけども、動画広告ということですんで、こちらね Wi-Fi 環境下にあるかどうかでちょっと変わってくるかと思うんですけども、多くもらいたい場合はですね動画広告を見てね、もらっていくっていう感じになります。またタンクはねこちら 100% にならないとポイントね回収することができません。またタンク3つあると思うんですけども、タンクがね3つ満タンになるとですねポイントたまらなくなってしまいますんで、基本的にはこの3つたまる前にね回収するっていう風になりますんで、この点はね注意していただけたらなっていう風に思います。次に2つ目ですね、歩行でポイントをもらうということで、こちら移動と歩行がですね分かれていてですね、歩行の場合は3000歩5000歩8000歩区切りでポイントがもらえるっていう風になっておりまして、こちらも動画広告を見ると60ポイント、動画広告を見ないとですね15ポイントっていう風になります。次は3つ目ですね、アンケートに答えてポイントがもらえるっていう風になっておりまして、私ね今のところアンケート来てないんですけども、アンケートに答えるとポイントがもらえるっていう風になっております。次4つ目ですね、ちょっとここはまとめて紹介させていただいちゃいますけども、紹介コード利用とスロットでねポイントがもらえるという風になっておりまして、右上にですね魚のマークがあると思うんですけども、こちらが5つ貯まるとですねスロットが回せるようになっておりまして、こちらねポイントもらうことができます。またトリマには紹介コードというのがありまして、ご友人とかにですねこちらのスマートフォンアプリね紹介していただいて、紹介コードを入力するとですね5000ポイントもらうことができます。こちら50円分っていう風になっておりますんで、すごいポイントではないんですけども、こちら紹介コードをね利用してもらうとポイントがもらえるっていう風になっております。ですので、もしねこちら始めるっていう方はですね、ぜひね周りに利用している方ねいらっしゃらないか探してみていただけたらなっていう風に思います。もしねいらっしゃらないっていう場合はですね、私の方からね紹介させていただくっていう冗談を毎回言わせていただいてるんですけども、ひとまずですね利用する際は周りにね利用している人いないかね探してから始めていただければなっていう風に思います。次にポイント交換ですね、貯まったポイントを各種ポイントにね交換することができます。
います。交換できるポイントね、ちょっとこちらの辺にね載せておきますけども、 ANA マイルっていうね文字がないと思うんですけども、こちらはスマートフォンアプリのね交換画面ね見ていただければね分かることなんですけども、このトリマのポイント制度っていうのはポイント交換先はですね全てドットマネーっていう風になってるんですよね。ということですんで、ドットマネーを経由して、まあ、各種ねポイントに交換するようになっておりまして、東急ルートね利用することができますので、ANA マイルね 75% で交換することができます。まあ、東急ルートっていうのはね各種ポイントサイトからドットマネーを経由して東急ポイント、それを ANA マイルっていうルートなんですけども、まあ、こちらでねポイント交換するっていう感じになっております。ですので ANA マイルの場合は東急ルートっていう風になりますし、 JAL マイルの場合はですねドットマネーに交換していただいて JAL マイルっていう風になります。次にねポイントの貯まり方についてなんですけども、まずねこのポイント自体は100ポイント1円っていう風になっておりますんで、その点はね覚えておくようにしてください。タンクをね 100% にするには約ね10キロの移動が必要っていう風になっておりまして、これはね移動っていうことですんで車でも電車でも OK っていう風になっておりますんで、通勤とかですね出張とかねされている方は、まあ、こちらのスマートフォンアプリね入れといて損はないんではないのかなっていう風に思います。でね移動ということで飛行機って思った方ね多いかと思うんですけども、 Wi-Fi がねつながる飛行機であれば利用できるっていうことなんですけども、まあ、Wi-Fi がないね飛行機であったりですね利用できなかったっていう方もねいらっしゃるみたいなので、一概にですねたくさん溜まりますってちょっと言いづらい状況ではありますので、飛行機に関しては溜まったらいいなぐらいでね思っといていただいた方がいいかもしれないですね。私もですね次回飛行機に乗った時にね試してみたいなっていうふうに思ってるんですけども、現時点ではですね、まあ、こういう感じっていうふうになっております。またねタンクは 100% にするにはね約10キロの移動がね必要っていう風になっているわけなんですけども、このトリマでにはですねスピードアップ定期券っていうものがありまして、本来のねスピードに対してこちらを利用すると3倍でね貯まるっていうねこの定期券っていう制度がありまして、こちらを利用すると単純計算でいくとですね3倍っていう風になりますんで、だいたい3キロぐらいでねタンクがいっぱいになるっていう計算になりますんで、かなりね溜まっていきやすいのではないのかなっていうふうに思います。ですのでこちらね利用する際はですね今からね長距離移動する時にね利用するのがおすすめっていうふうになっております。またですねアプリをダウンロードした時点ではですねこのタンクっていうのは3つしかないんですよね。で先ほども言いました通りこのタンク3つがですねいっぱいになってしまうともうそれ以上ねたまらないっていう風になりますんで、ちょくちょくねアプリを見るのが面倒っていう方はトリマ始めた時にですね最初ポイント交換をしないでですねある程度増やしてから始めるっていうのもねいいのではないのかなっていう風に思います。次にですねアプリのダウンロード方法ですね、 Apple Store、Play Store からねダウンロードしていただいて最初の画面をね次へ行っていただきます。そうすると移動するだけでマイルが貯まるっていう場所で位置情報アクセスを許可っていうのはねありますんで、こちらねクリックしていただいて移動や歩行記録っていう画面でこちら次へ押していただいてポイント交換先ね確認していただいて次へ押してください。そうするとですねお得な情報をお届けっていう画面が出ますんで、こちらもね次へ押していただいて、そしたらですね利用規約ね読む画面が出ますんでこちらね読んでいただいて次へ押していただきます。そうすると紹介コードをねお持ちの方ということで紹介コードね入れる画面が出てきますんで、こちらね紹介コードを入力すると5000ポイントですので50円分ですねもらえますんで、まあもらえないよりかはですねもらっといた方がいいと思いますんで紹介コードね入れて登録するようにいたしましょう。そうするとですねアプリのトップ画面に行きますんで移動してねポイントがもらえるようになります。それでは最後にですね注意事項ですね、トリマに関しては位置情報で利用するというふうになっておりますんでデータ通信ある程度ね利用すると思いますんで、この点だけはですね覚えておくようにしてください。いかがだったでしょうか。今回はスマートフォンアプリのねトリマ解説させていただきましたけども、個人的にはですねポイントサイトのアンケートっていうね案件があるんですけども、ああいうコツコツ系っていうのはちょっとコツコツ貯まるは貯まるんですけどもコスパがねかなり悪いのであんまりやらないんですけども、
移動するだけでねポイントもらえるのであれば、個人的にはね結構おすすめかなっていうふうに思いまして、今回ね紹介させていただきました。まあ数万マイルとかねそういうマイルがたまるわけではないんですけども、もしね興味がある方はねぜひ挑戦してみていただきたいなっていうふうに思います。私に関してはですね、まだね怪我が完治してなくてですね、普段ね移動もそんなにしないんですけども、またねホテルレビュー等々もねやっていきたいなっていうふうに思っておりますので、その時にねこのトリマ利用してみていきたいなっていうふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボン、ホテルのことなんかね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。